小さいですね。もうとにかくちっちゃい。なんかこうレコーダーとかって結構もうちょっと、まあ、大きくてごついイメージがあるんですけど、まあ、すごいこうちっちゃくてこう薄いですね。こうやって見たら気づかないぐらいですね。まあすごいもう単純にいい音っていうのはもう当然なんですけど、楽器のね、個々の楽器の聞こえがすごいこう、まあ、しっかり各楽器の音がしっかり全部聞こえるっていう、すごいですね。このちっちゃいのであそこまでの音になるんだなっていう、しっかりレコーディングしたような音で、細かいというなんかこうちょっとの向きの違いとかがこう本当に大きく音に現れるっていうのがすごいあるんだなと。こう調整してる時にこう向きがちょっと違うっていうのを何回もこうやられてて、すごいなと思いましたね。それは、はい。基本的に普段ライブレコーディングというのはやらないので、まあ緊張はしましたよね。こうちょっとのズレとかがすごくこう音に出てしまうので、まあレコーディングだと一個一個っていう形なんですけど、今日はまあライブ形式なので、まあノリとかがもう本当にしっかり合わさないとしっかりした音にはならないので、そこにはすごく気を使いましたね。まあこれでもうそこまでのものが取れるよっていうことをまず伝えたいし、本当に CD できるよこれでっていうものを試してみてもらえる、試してみてほしいですね。これもうこれで作った CD が並ぶ日が近いんじゃないですかね。物販とかにライブで満足です。実際こう持ってみるとですね、あまりの軽さに大丈夫なのみたいな風なのはちょっと思いましたね。なんですけれども、決してこう軽量化するために何かしてるとかっていうことではなくて、作りはしっかりしているので、ああ大丈夫かなって思った時にもすでにちょっと安心感はありました。ただ普段はマルチマイキングっていうんですけれども、ドラムならドラム専用のマイクを何本も立てて、ギターならギター専用のマイクを立ててっていう撮り方をすることが多いので、これはワンポイントステレオっていう収録方法だと思うんですけれども、このやり方っていうのは普段やってないんですね。ですのでそこでこう技術的な面で逆に僕が苦労したっていう勉強になったっていうところが実際で、そこで鳴ってる音がこうそのまま綺麗に撮れるので、どこにこうこのポケットラックを置いたら綺麗なバランスで撮れるかっていうのを探すのが結構苦労しましたね。まず第一に考えなきゃいけないのは演奏しやすい環境っていうところなんですね。でそれをこう確保するためにもっと本当はモニターからボーカルだったりとかキーボードを出したいんですけれども、出せなかったっていうのが実際正直なところで、それをこう補うためにモニターをどんどんこうボーカリストキーボーディストに近づけていかざるを得なかったっていうのがまず第一点あります。次にですね、目線よりちょっと上ぐらいでしょうかにモニタースピーカーがありまして、それと反してギターアンプなんかは直置きでまず始めたんですね。でそうするとやっぱりこう音はこうまっすぐ進む特性があると思うので、キーボードボーカルは高い位置からこう出ていて、ギターアンプは低い位置からこう音が抜けていくみたいな。でそれをこう解決するために、ギターアンプを一段高くしました。でそれによってバランスを取ったっていう方法で収録しました。このポケットラックはステレオマイクなんですね。通常であるとボーカルとかはモノラルで撮ることが多いと思うんですけれども、今回はまあステレオで撮ったんですけれども、それをモノにして使ってます。でそれをキューベースに持っていってオケと並べて使いました。これまたキューベースが非常に使いやすくてですね、簡単にタイミングも調整できますし、音色のコントロールも付属のもので全く問題なく処理することができました。とても使いやすかったです。まずバンドがすごくうまかったので、いい上がりになったっていうのが大前提としてあるんですけれども、こういう技量のあるバンドであれば大きな設備を伴わないような場所でもこういういい感じの音楽っていうのを作れるんだなと思いました。とても良かったです。いい経験をさせてもらったと思います。